排水は、生活や、産業活動に支障を及ぼす過剰な水がある場所から、地表の水もしくは地下水を自然にまたは、人為的に除去すること。メキシコの雨水排水管プロジェクトにおける、高密度ポリエチュレン管の敷設期限前3000年頃の、ロータルの排水路の後インダス文明は高度な、下水道と排水システムを持っていた。 ハラッパーとも返上だろの主要都市のすべての家は、水と排水施設を利用できた。排水は覆われた重力下水道に向けられ、それが主要な通りに並んでいた。中空パイプ排水の発明は、1753年に死去したサー・ヒュー・ダルリンプルによるもの。住居、または建物の屋根から水を排水するために使用される。 プラスチックフレキシブル排水管新しい排水システムはジオテキスタイルフィルターを組み込んでいて細かい土の粒子が排水口に入り込んで目詰まりするのを防ぐ。ジオテキスタイルは民生用及び環境工学用に特別に製造された合成繊維織物です。ジオテキスタイルは水を通過させながら細かい土壌粒子を保持するように設計されています。 典型的な排水システムでは、それらは溝に沿って敷設され、次にそれは粗い粒状材料で埋められる。ジオテキスタイルはそれから、石の上におられそして溝は土で覆われる。地下水は、ジオテキスタイルを通って染み入れて、石を通り抜けて流出。地下水の多い状況では、排水管の底に沿って穴の開いたプラスチックパイプを敷設し、 排水管内を移動する、水の量を増やす。この他、ジオテキスタイル、ヤシ繊維、または、雑巾フィルターを組み込んでいることが多いハドップで、できている、プレハブプラスチック排水システムが考えられることが、できる。これらの材料の使用は、合成排水路及び、コンクリートライナーよりも常に高価である石造り、排水集合体を輸送及び敷設する。 必要性を排除する。それらの使いやすさのために、ますます一般的になっている。過去30年間にわたって、ジオテキスタイル、PVC フィルター、ハドップフィルターが最も一般的に使用されている、土壌フィルター媒体となって製造するのが安価で、ありそして付設するのが容易であり、細かいシルト質の土壌条件においてさえも長期間の露化性能を保証する。 工場管理の特性を有する。シアトルのパブリックユーティリティーズはストリートエッジオルタニティブスプロジェクトというパイロットプログラムを作成。このプロジェクトは開発前の自然景観を伝統的な配管システムよりも真似た排水路を提供するシステムの設計に焦点を当てている。通りが脇道沿いの溝が特徴で植栽は地域全体に デザインされてよりカーブしていない歩道を強調することで、通り側の透水性の面に、水がより自由に流れ込むようになる。植栽のため、都市部からの水の流出はすべて直接地面に流れ込むのではなく、周囲の環境にも吸収される可能性があり、シアトルパブリックユーティリティーズによるモニタリングでは、排水プロジェクトから出る雨水が99%。 減少したと報告されている。イギリスでは最近排水が大規模な環境レビューを受けて持続可能な都市排水システムは、受け負い業者が自然界の自然な水の流れをより模倣した排水システムを設置することを奨励するように設計されており、2010年以降、英国での地方及び近隣地域計画は、サズを彼らが担当する開発プロジェクトに組み込むことを、 法律で義務付けられている。スロット排水は排水オプションとして過去20年間で最も画期的な製品であることが証明されており、水路排水システムとして排水と並行して追加の配管システムを設置する必要性を排除するように設計されて生産の環境への影響を減らし同時に収水を改善。ステンレス鋼コ,コンクリート水路 PVC、ハドップはすべてスロット排水に使用可能な材料で、建設プロジェクトの業界標準となっている。流しに設置されている、配管土木技師は建設プロジェクトの排水を担当する際計画から、すべての道路、道路の溝、排水路、排水口、建設作業に関わる、下水道設計に着手し、建設プロセス間に、前述の要因のそれぞれに必要なレベルを、 設定していく。土木技師及び建設管理者は建築家及び監督者、計画立案者、積算士、一般労働者並びに下請業者と共同するが、通常どの管轄区域でも土地所有者が自分の区画からの排水をどの程度変更できるかを管理するための排水法規制がある。チャンネル排水路の表面開口部は通常 格子または地表に沿って走る単一のスロットの形態である。建築数量積算基準解説によると、工事での排水とは、工事中の湧水及び雨水の排除を言い、その数量は、湧水量及び、降雨量、排水用機材類の数量を求める必要あるときは、排水の数量と土質などに基づいて、排水計画を設定した上計測、計算するとしている。 掘削底面が地下水以下の場合、及び敷地の周囲より流入水があるときや雨水などは排水処理をしなければ掘削作,作業が困難となる。従って通常掘り作に伴う排水は事前に土質調査、下水調査などを行い排水工法を検討しなければならない。水替え排水計画には釜場工法、フィルタード工法、ウェルボイント工法、 DVL 工法、G メンス L 工法といったものがある。排水計画に基づき、各工法の箇所数、延べ M、ポンプ台数、稼働日数などで計算するのが一般的である。排水方式は分流式や合流式どちらも採用できるが、以下のことに留意する。都市における、混合環境植生における、排水量と質を評価する研究成果は限られている。 特に都市環境における土壌水分状態を理解する上での不十分さ及び障害は都市土壌の正しい判断を損なう。南オーストラリアでの研究組織でリサイクルされた排水で考えされている不均一な都市景観の植生を含む公立公園における排水及び溶質進出に対する景観変動の相対的な影響を調査している。 この目的のために二つのパンラ来シメータが設計され、二つの異なる環境地帯に設置された。大雨の後、日本のマゴメの外にある農業排水路。有機部は乱流を作り出し、堆積物が水路に沈殿するのを防ぐ。大部分の農業用土壌の内部排水は深刻な浸水を防ぐのに十分良好ではあるが、多くの土壌は、 生産を改善したり給水を管理するために人工排水が必要。湿地土壌は農業のために排水が必要で、北アメリカとヨーロッパでは氷河によって湿地を作るために次第に腐食で満たされた多数の小さな湖ができそのいくつかは主に野菜などの高付加価値作物に使用されている。マックランドを作るために開け溝などを使用して排水している。 世界でこのタイプの最大のプロジェクトはオランダで何世紀にもわたって進行中でアムステルダム、ハールレム、大ン管地域は戦士時代には湿地帯と小さな湖で芝の伐採沈下海岸線の浸食により次第に一つの大きな湖ハーレマーメールまたはハールレム湖が形成された15世紀に風力ポンプエンジンが発明されたことで 辺境地の一部の排水が可能になるが、湖の最終的な排水は、大型の蒸気動力ポンプの設計と、地域当局間の合意を待たなければならなかった。湖の撤去は1849年から1852年の間に起こり、何千平方キロメートルもの新しい土地が生まれた。沿岸の平野と川のデルタは、季節的、または、 高級的に高い地下水位を持っているかもしれず、それらが農業に使われるのであれば、排水改善が必要。一例は、フロリダ平原の柑橘類成長地域で大雨が降った後は、排水ポンプを使用して、角に湿った土壌による柑橘類の林への損傷を防いでいる。稲作では、作物サイクルの様々な段階で畑を、 水没させたり排水したりする必要があるため水を完全に管理する必要がある。オランダはまた海岸に沿って低地を排水するだけでなく元の国が大幅に拡大されるまで実際に海を交代させるためにこのタイプの排水路を導入している。湿った気候では融雪や豪雨のために土壌が 毎年短期間のうちに水浸しになることを除けば、土壌は作付けに適しているかもしれず、主に粘土である土壌は、非常にゆっくりと下向きに水を通過させ、その間根の周りの過剰な水分が土壌を通る、空気の移動を排除するので、植物の根は窒息するが、他の土壌は、ハードパンと呼ばれる。 高架土壌の不振闘争を有することがあり、あるいは比較的不振闘性の岩層が浅い土壌の下にあることがある。排水は木の果実生産において特に重要で、それ以外の点では優れている土壌でも一週間の間洪水で浸水する可能性があり、これは火事をダメにし、代替が確立できるまで突生産性を犠牲にするのには十分であるが、 この場合それぞれにおいて、適切な排水は一年生植物、または多年生作物への損傷を防ぐために、一時的な水の洗い流しを実行している。乾燥地は寒外で工作されることが多く、排水が必要であるとは考えられないが、灌漑用水には常にミネラルと塩が含まれており、それらは蒸発酸によって、毒性レベルにまで濃縮される可能性がある。 灌漑地では土壌塩分を管理するために過剰な灌漑用水と排水による定期的な水泉が必要になる場合がある。日本の排水は発生源、排出経路、排水先によって多くの法令等により管理、制限が行われている。ありがとうございます。